はいどうも、だいこです。というわけで今回はですね、結婚するとやばい男性の特徴ということでご紹介したいと思います。まあ、結婚するとやばい男性は部屋にこんな特徴がありますよというのが今日の研究から言えましてで、今日はですね、そんな、まあ、皆さんがね、まあ彼氏とか。 ね、女性がね、パートナーができましたってその人家に行った時に、あ、ちょっとここ気になるなって思うところって色々あると思うんですが、その中でも、ちょっと結婚するとあんまりよろしくない状態になる。あの、そういうですね、あいつの見抜き方というのをご紹介したいと思います。はい。えー、ぜひですね、最後まで見ていってください。えー、一応ね、今日の研究なんですが、2019年カリフォルニア大学が、えー、と行った研究でございます。男性と女性に対してですね、散らかった部屋の写真を見せて、えー、その部屋に対する印象を調べるみたいな、そういったいろんなことをですね、行うことによって、散らかった部屋に 対すする印象をです、ね、こう調べたんですよそしたら多分結婚しない方がいいだろうなって思う、まあ、男性のですねあーのー特徴というかそういったものが見えてきたっていうそんな研究です。 で、そもそもね、男性って、あの、あんまり家事をしないわけなんですよ。で、これ先行研究でもですね、あの、最近は男女平等とか世界で言われてるんですけれども、どの国でも男性の家事率、掃除とかも含めて、家事をする率っていうのは女性のなんと3割程度しかないわけなんですね。だから3分の1以下の人しか、えー、男性って家事をあんまりしないんですよ。で、なんで男性ってこういう風にね、あんまり家事をしないのかと、部屋が散らかった状態になってしまうのかということをこの研究で調べたところ、よく言われるのは、いやー、 男はさ、あんま細かいこと何気にしねえんだよ、みたいな。多少散らかすなって別にいいんだよっていう人いますよね、時々。ところがね、男女ともに、部屋の汚さの認識率に差がなかったんです。だから男性でも女性でも、えー、散らかってる部屋があったら、その部屋を同じようには散らかってんな、汚いなと思ってるんですよ。だからね、男性は、別に散らかってるとか判別できないわけじゃなかったんですよ。じゃあ何が起きてたかっていうと、男性がじゃあなんで片付けないかっていうとね、散らかってるってわかってるのに、男性の大半は、女性は、 仕事をしているかどうかに関わらず、家事をするべきだっていう認識を男性って根深く持っていたわけなんですよ。つまりどういうことかっていうと、男性はね、部屋が汚いって分かっていても、いや、これは自分の男の仕事じゃなくて、女の責任だからっていうふうに思っているっていうことが本能的にね、えー、そういった思いが強いせいで家事をしない可能性があるんじゃないかっていうのはこの研究で分かったんですよ。だからつまり、家に行った時に、ち、ね、だ、彼氏の家が散らかってましたってなると、それはどういう意味かっていうと、その人は、 家事は女がすべきだと思ってると。だから一人暮らしなんだけど、なんかそれ自分の仕事っぽい感じがしないから、やんなくていいかなと思っちゃったわけなんですよ。こう,いう人と結婚すると、まあ間違いなく家事とか育児とかには、協力的である可能性は低いですよね。そうじゃない人に比べたら。だから皆さんもぜひですね、男性の家に行った時に、好きな人相手だと、ちょっと私が片付けてあげようかなとか頑張っちゃうんですよそこでふと思い出してください。もし長い関係とか結婚したら、多分掃除この人私に全部押し付けるんだろうな。なんでかっていうと、それが当たり前の仕事とか思ってるから。 しかも女性が家事をしても多分そうじゃない人に比べて 感謝が薄いです。なぜかっていうと、女性の仕事だと思ってるんで。だから、こういう人と結婚するときはちょっと注意した方がいいですよっていうのが、えー、今日の研究でした。ぜひですね、参考にしてみてください。まあ、でも、ただ、中には男性の中にも、家人協力的な人もやる料理とか、僕も料理好きなんで、料理する人もいるし、いろんなタイプの男性がいるんですよ。じゃあ、そんな中でも、特に結婚したり付き合うのに向いている男性、こういう男性をですね、見抜くための方法を、えー、ガイロの方から、僕のディアラ o の方では解説しています。まあ、いい出会いを作るためには、どういうとこで会えばいいのかとか、どういう特徴を持ってる人とね、あの、付き合うと、 女性ででもも幸せになるのののかか恋愛心理学の話とかも結構紹介してますのでぜひ、概要欄の方からえ D ラボも登録してみてください。D ラボはあの知識のネットリックスを目指して僕が作ったえサービスでして、ネットリックスみたいにいろんな、ね、え動画が見放題になってます。でそれが、まあ、一つ一つが恋愛から仕事から投資まであの使える心理学の,です、ね、あの研究をまとめた動画になってます。ぜひです、ね、こちら回スてチェックしてみてください。それでは、次、概要欄の方から D ラボでお待ちしてます。バイバイ。